皆さん一緒に言いましょうね。勝手にラタケ隊。いや、うちらが言わないとわかんない。よろしくお願いします。スペシャル卓球隊のコーナーです。やっちゃった、またね、買っちゃったね、はい、トイズキャビンさんの、トイズキャビンさん、ようやくね、はい、山井さんの会社ね、はい、トイズキャビンといえばね、もう今話題、話題すごいよね。すごい、何かしらさ、売れてるものってトイズキャビンさんみたいな。もうね、やり手がね、本当にいますから。でこれね、すごい、バスね、バスのピンポンだね。すごい、いや、バス英語みたいな言い方。これさ、あ、カプセルこれだね。お、すごい、うん、え、すごい、カプセルこういうやつだ。オリジナルなんすかね、この多分ありものでも今あるんだよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、オールドシルバー。あ、昔のタイプってことですかね。かな、そうかな、うん、俺あんまりさ、バス乗んないから。ああ、私めっちゃバスです。どれ、はい、押す、押す、あ、押さない。誰か押してくれるから。押さない、押せよ、押さない。子供の頃はさ、もう我が一番に押したかったんですけど、もう今全然押さない。すごい、これすぐ、あ、いいね。あ、いいわこれ。これほんとバズライトイヤー400円だ。バズライトイヤー、バズライトイヤー、色がね。これいいね、いい、子供もめっちゃ良くない。いや、これめちゃくちゃ嬉しいですよ。押していい、やんない。これを通んなきゃいけないんだよね。そんな知ってますか。中根やってますよ。どっちかしね、いくよ、誰か、へー、おー、すごい、次止まりますって。あー、寝てる、本当。いや、いいね、すごい。あ、てか、これすごいっすね。いいね、もともと多分ね、300円だったやつだったね。それ多分ね、音が出なかったんだけど、光るだけだったと思う。で、今回音を入れて400円にして、そしたら他社がめっちゃ真似してきたっていう。そうっすね、うん、うちの子供今さ、一番最初に覚えた言葉がバだったの。バ、そう、バズさして、バッバッってしたの。だから結構ね、バズ好きでさ、これ絶対喜ぶよ。これすごいなぁ。これすごいね。おぉ、これもね、ちょっとまた新しく、これも本当にね、いい色だよ。アイボリだね、うん、あれ、これは、これは見たことあるよね。うん、これあるあるある、あるね、あるね、あるある。これ押したらなんだろう。あ、いや、さっきと同じだよ。浮いてませんでした。さっきと同じだ。いくよ。あ、同じなんだ、同じなんだ。私も違うと思ってね。せーの。あ、しかも光り方違う。嘘、せーの、うん、いや違うよ、これ入れてる、少し中に。あ、なるほど。そう、これはじゃあ何も言いたいじゃない。そうそう、入れてないからさ、多分光は同じ。あ、なるほど。そうそうそう、うまいね、これね。あ、もうそれ止まりま、止まりま、ちょっと、それはならないね。 DJ みたいにはならないでしょ。止まります、止まります。やばいね。ある、あれ、ちょっと中開けたいんだけど。開けたい。ちょっとさ、開けてみたいね。電池の奥を見てみたいんだよね。これすごいね、かわいいね、めちゃくちゃ。サイズ感もすごくいいからね。サイズ感すごい。なバッグにやっぱつけたいよね。バスに、バッグ、バッグね、バッグ、バスにつけてね、どうする。それやべえな。これかわいいわ。これ売れるね。これ売れてるの。そうっすよね、うん、これをあのきっかけにいろいろボタン系出てますよね。出てるね、うん。あ、電池が入るね。何電池になるね、これね。書いてるしますよ、たぶんこういうの。LR。LR41 だね。41。うんうん。4i じゃないこれ。まあ、どっちもよくね。別にこれどっちでもよくねえもん。i と1の時間いるこれ。1はこうなってるべきだなと思って。4i でしょ ?1 だっつうの。絶対 i だ。どっちでもよくねえ。だけやめとけよ。これさ、中す、中見てみたいんだよね、俺。はい、ぜひ手気をつけてね。怖いよ、気をつけてね。おー、すぐ行けた。行けるよ。あ、わかるからね、大体。お、お、あれ、電池見てるから。電池入れたいの。電池取っちゃった。これ電池入れたままのがいいわ。こっちさ、電池入れたままのがいいわ。そうっすか。あれ、でもこれボタンの形違うんですね、今思うと。本当に？だから、これだけ違うんじゃないですか、ベースが。他は。あー、すごいね。すごい、こういう感じなんだ。面白い。なんかメカって感じだね、ほんとね。ターミネーター、ターミネーターみたいな感じだね。直接見るとすっげえ眩しいよ、これ。ほら、すごい光る。なるほどね。すごいね。どっから音で出てんだろう。ここだね。あ、そこがスピーカーなんだ。スピーカーなんだね。へぇー、よく作ってるわ。へぇー、これをさ、こっちにするとさ、これ田んぼ印刷してるから、ここでさ、ほら、だから見え方が多分これと、ほら、こっちと、ほら違うね、同じで、なんか光同じで、
面白いですね。面白い。細かい。細かいね。ありますね。うん。サイズ感もすごいコンパクトで可愛いんだよ。可愛い。子供のね、ほんとバッグとかさ、うん、大人でも全然あっても面白いね。全然ありですね。いいね。いや、これは売れるわ、すまん。売れるね。押したくなっちゃうんだよね。なんかさ、バス乗ってる時ってさ、押したいけどさ、なんか、いや、ちょっとなんか周りの人もいるから、いや、ちょっと押してもらえないかなっていう、多分そういった日本人のさ、控えめな心ってあるじゃん。はい、いや、でも、めっちゃ押したいって押す人いないし。みんなさ、やっぱちょっとさ、一応気使ってさ、いや、押したいけど、まぁ、ちょっと後ろの人、どのタイミングかなみたいな。そんなこと思う。いや、本当は押したいんだけどっていう人がいっぱいいると思う、日本人。1億人日本人いたらさ、大体半分以上は多分そういうこと思ってる。ない。バス乗るユーザーはないですよ。バス乗らない人はあるかも、ね、あるよ。いやいや、みんな多分思ってんだよ。だって僕日頃から乗るからもう何しろ、まあ、白メガネ以外はも思ってない。思ってない思ってない。みんなね、みんな押したい願望がある。ない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 。やっとやっとのことでその市場に出てきたの。押せるっていう。トイレでも押せるし、いつどこでも家の中でも押せるじゃん。トイレで押すな。はい、止まりますっておかしいでしょ。トイレで行くから。そっちしかないいや、おもろいね。押したいっていう願望のやついいよね。だから非常口のやつとかさ、あれは押したい。 IP 法さんが出してね、はいはいはい、IP 法さんのなんか非常ボタンとかさ、はい、消火栓とかのやつね、はいはい、ボタンね、あれとかもやっぱそういう感じだよね。押しちゃダメだけど押してみたいっていう。押したいボタンね、いいね。そういったものにしようやっぱガチャガチャっぽくていいよね。そうですね、うん、ちなみに聞いていいですか、こういうあの業界でこうエレモノっていうじゃないですか、うん、こういうの高いんですか。やっぱり高いよね。高いんだ。高い高い高い。え、だからさ、これ音声と光があるじゃん。それは高くなるよ。あ、高くなるんだ。うん、聞こうどっちかにした方がいいね。時計でデジタルのやつって言えば、まあそれはそんな高くないけど、光と音声っていうのは気候的に高くなっちゃうね。いや、これ400円でやってるの結構カツカツなんすかね。いやー、どうなんだろうね。あれもね、出てるだろうけどね。いや、面白いね、これね。いいね。いや、子供も大人も楽しいなと思ってね。うん。これ営業の方が考えてましたね。そうだよね。そう、すごいいい方でしたよね、一緒にご飯食べて。YouTube 始めてちょうどぐらいですよね。そうだね。ちょうど1年ぐらい前ですね。YouTube 断られたもんね。あ、そうそう、断られた。それで、あれでしょ、断られた後にタブキューさん出てたじゃん。そうそうそう。あれ断られたのに出てるやん。いや、うちらダメなのかな。そう、なんかやっぱね、あれ本気度が足りなかったんですかね。我々ね。ね、次は出てください。ぜひね。ぜひ、うん、じゃあ今日ね、トイズキャミーさんのね、バス乗車ボタン2、ライトマスコットね、ちょっとね、勝手に紹介させてもらったんで。勝手にアップしたいと思います。はい、ぜひ勝手に見てください。お願いします。